はい、レオンです。今回は BOCW ニュークジャック24分の7のドミネーション。敵に2人パーティー入ってますね。ここは俺に任せ。はい、ラブルドア。これパーティー必ず入りますね。いやね、でもね、なんかね、今回からこちらですね、祭りのクラスでペリングトンの2、ネイルガンのクラスで暴れてみたいと思います。モロトフをホール、モロトフをホール、あースライディング、ウェリングトン、あ、キルやってんのこれ。まだキルは早いですね。あ、リロードは、はい、ナイス B、 よし、我々が優勢だ。もうちょいで47なんだけど、47になったらハングマンが獲得できるんで、ハングマン6倍なんで、あの2倍からあの10倍に切り替えられるやつもあるんだけど、あれちょっとやりにくいんで、めんどくさいんで、あれめっちゃでも拡大すごいし、あれ倍率が、火炎瓶を使う、火炎瓶入るな、トロフィーやった方が安心なので、はい、いった、チクショ、何キルやってんだ、7キル、そんなにまでは強くはないけど、まだ始まったばっかだからね。で、あ、B にいる敵難しいからね、こういうところとかがやりやすいですよ。あ、また向こうにいたのか。あと1キルぐらいで上がるな、レベル47に上がるね。あら、いたんですか、いたのですか。火炎瓶に転火する、あ、近くにいるね。ちょっとこれネイルガンでぶっ壊したんときやな、こいつら。あ、ダメだ、ネイルガンにちょっと変えときゃよかった。今はネイルガンじゃなくていい、いるでしょ、あ、まだか、あと1キルか、回復じゃ、あ、上がった47に、ハングマンに変えよう、これ6倍なんで変わりますよ。あのレベル40、武器レベル48になったらもっとあの強力なのが入りますね。タイガー、よっしゃ、あの名前なんだったかな、あ、見たらわかるけど、シュネイルが寝るためやった方がいい、モルトフォールモルトフォール、ああ向こうにいるな、またな、あの人も武器レベル上げ一生懸命やってるんだろう、俺みたいにスナイパー、スナイパーじゃねえよな、トロフィー、トロフィー使うか、トロフィー早いから、リロードやっての、顔出さんな、よし、今のは気持ちよかった、ふたぶったな、ふたぶった、モルトフを投げる、ちょっと向こうにいるあの人、
多分顔出すだろ、また次ここだな、また顔出してるぞ、多分いねえか、いっ、真ん中また、あ、危ない、12キロか、微妙ですね。レベル47の今上がって、アフマン6倍ズームスコープも最高なんだけど、武器レベル48でね、名前何だったかな、タイガースポット、チームスポットだったかな、あのバレルのリロード速度にダメージ、連射速度とか上がるやつがあるんですよ、あれつけたらめっちゃ化けると思うんで、この試合で解除できたらいいけどね。はい、こう頑張ってみたいと思います。ここ頑張る、ここは頑張りますよ、6倍ですから、これ敵が C を確保、また変なの出してきてるわ、敵の戦闘ヘリが接近、トロフィーを切り付ける、トロフィー火炎瓶に転火する、こういうの出す動画だ、敵が引っ込むんだよ、うん、目をくらっつうな、上に行くと思うよ、あ、味方か、早く終わっちまえ、こういうのガンシップかなんか出してるだろう、あ、今一瞬文字が、よし、早く終わってしまえ、これガンシップだろう、またいるわやられた、今度あの人に、でもなんかあの人にやられてもなんかい頭に来ないのはなぜだろう、なぜなんだろう、今死んでリスポーンしてまた復活するんじゃないのか、こう真ん中、そろそろ復活してるぞ、あれ右にいるのか、火炎瓶に点火する、復活してるぞ、あれ、あ、いねえな、コードパターン変わったのか、右ばっかり見てたら真ん中で居抜かれるからね、右にいる、いないか、15キル、あ、いるな、いるな、開いたな、あ、でしょ、真ん中いるからでしょね、発症してるな、しかし真ん中いるだろうね、視界が攻撃の照準を合わせている、筋、攻撃が来るぞ、成績がな、あ、こいつだ、こいつだ、ちょっと突ってきてるな、時間があんましねえからな、16キル、いねえよな、火炎瓶に転火する、来るよ、あ、着
まだ48にもならんのか。これ没動画だな。圧勝しすぎて死亡あるからさ、こうなっちゃうんで。あ、セントリーターレット出るか。セントリーターレットを展開する。あ、ちょっとこの板だろ。あ、もうダメだな、もう終わりだな。あ、ちょっとな、一応採用するか。これ20キロ、はい。今回はね、ジャック24分の7のドミネーションで遊んでました。20キル12です、プラス8ということでね。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。